ということで、何ですかこれ。ちょっと自分でやって面白くなっちゃった。はい、ということで1月30日です。ね、バカみたいに始まっちゃいましたけども、135回目です。ね、もうね1月もう終わりですよ。ね、もうちょっと笑っちゃいましたね今ね。これ入っちゃいましたけども、ね、今月のゲスト今週でちょっと一旦これが最終回というか終わりですけど。はい、この方ですどうぞお願いします。はい、この後20時から、まゆのミュージックライフをやっています。まゆです。はい、今週もよろしくお願いします。いややったー、ありがとうございます。もうなんか笑っちゃった、朝10時から始まってるんですよ。です、ね、何やってんのってことでね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、早いですね。もう本当ね、いろんな人が聞いてくださってね、本当、はい、ありがたいですね。はい、こういうのが聞かれるんだなって改めて冷静に思うとちょっと面白くなっちゃうね。バカバカみたいだなと思って。いやいや楽しいです楽しいです。ちょっと、はい、うわ変な感じで始まったな。はい、ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に、はい、あ、そうリスナーさんが質問もらってるの全然聞いてねえや。ちょっとやべえな。何でしょうか。申し訳ねえな。ね、あと何があったっけな。ね、得意料理聞きましたもんね。はい、あ、最近見た映画とかありますかって。あ、最近、うん、最近ここのとこ最近映画見れてないですね。ですよね、多分ライブに行く方が多分、はい、ね、いいですよね。見れてないですね。あ、そうなんですね。最後に見に行った映画とか覚えてます、ね、最後に見に行った映画、うん、なんだっけな、だいぶ前で忘れちゃった。あ、それくらい前ってことですね。俺もだってミッションインポッシブルの一番最後です、あ、それごめんなさい。あ、俺 YouTube で見てっか。YouTube っていうか、なんか分かんないけど、まあ、見たということで、ね、そうそうそう、はいはいはい、あのね、ごっちゃになっちゃうんですよね。確かに分かりますね。なかなか時間取れないんですよね。難しいんですよ。そう、エヴァンゲリオンの最後のやつ行こうかなと思ったら2時間ハルっていうことで。あ、でも私、うん、あれ見たの思い出しましたよ。お、なんすか。多分かなり前ですけど、うん、クレヨンしんちゃん。あ、はい、はい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 、はい、あ、そういう感じですね。あとはコナン。あ、はいはい、うちの子と一緒だ。見ました、見ました、はい、そのあ、そういう感じなんですね。はいはいはい、そっち系も見てらっしゃるんですね。はい、見ました、はい、あ、そういう感じなんですね。まだ時間かな。宝くじ当たったら何使いますか。宝くじ当たったら、うん、ね、はい、家買う、家買うのと貯金する。あ、うん、あそういう感じなんですね。はいはい、あ、俺だったらどうしようかな。何しますか。当たったらその分全部宝くじ買っちゃう。はい、あ、逆にそしたらもっと倍になるかな。あ、いや倍にはならないのこれ。でもそれで倍にならなくて、うん、なくなっちゃったら悲しいですね。もう一回当たったことね。はい、じゃあコマーシャルです、お願いします。ホットアイズランチ編、大分の元祖唐揚げ、豊後牛のジューシーハンバーグ、特製タルタルソースのチキン南蛮、大分県産の食材をふんだんに使ったボリューム満点の平日ランチ。営業時間は平日11時から15時まで。池袋駅西口から徒歩5分、ホットアイズランチ、皆様のご来店お待ちしております。はい、というわけでですね、ありがとうございます、はい、ね、宝くじが当たったお家を買って、はい、ね、貯金をするという、はい、ありがとうございます、はい、まゆのミュージックライフ、まゆさんでございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。というわけでですね、はい、毎週毎週聞いてますけれども、はい、今週もちょっと3組目になりますかね。そうですね、おすすめアーティスト、はい、まあアーティストじゃなくてもいいんですけども、はい、まゆさんの、ね、はい、おすすめする方、はい、よかったら教えてください、はい、もう今週は、まあ、多分このなんだろう、私のミュージックライフの番組を聞いてる方だったら多分わかるかなと思うんですが、はい、私の番組って BGM が流れてるんですよ、うん、実はほうほうほう、あのオープニングから。そうですそうです、曲はちょっと様々なんですけど、俺も行ったね、ゲストで出させてもらった時、はい、あの
なんか黙るっていう謎の週なのそう、それでその BGM にも使わさせていただいている、うん、はい、私が尊敬する方で、まあ、多分この方に出会わなかったら、はいはい、今の私がいなかったかなっていうのと、う音楽活動をこれからやる上で、うん、あのこの方に出会ったことによって、うん、いろんなことをこれからしていこうかなって思えた方なんですけど、音楽活動、まゆさんの音楽活動ってことですか、はい、そうですね、これから、まあ、していくんですけども、していくの、はい、そうなんですよ、歌うってことですか、はいはいはい、弾き語りでギターの、はい、あ、ギターで弾き語るんですか、はいはいはい、え、ギターやるんですか、はいはい、なので多分その私は師匠って勝手にあの思ってくるぐらい尊敬してる方なんですけど、はい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 、シンガーソングライターの芭蕉さんです、うん、出た、はい、出た、芭蕉さん、はい、もう何回名前が出たことか、そうなんですよ、あの、ね、私の歌人さんと間違えてごめんなさい芭蕉さんね、はい、そうそう、私のね番組の BGM も使ってるんですけれども、はい、あの芭蕉さんは名前改名する前は小林翔馬さんっていう名前であの活動してたんですけども、皆さんあれなんですね、そういう略詞なんですね、それで、ね、あのネギマさんもそうだけど、うん、芭蕉さんは小林翔馬さんで最初やってて、芭蕉、はい、なんかあだ名っていうか、っていうのが芭蕉って結構皆さんに呼ばれてたみたいで、うん、でそれでまあ芭蕉さん、うん、はい、で、まあ、芭蕉さんのこの楽曲もこの私の番組で使わさせていただいているのが、うん、オープニングの前半と、うん、オープニングの前半じゃない、そう、オープニングの前半とトークの後半、うん、エンディングと使わさせていただいています、うん、で、オープニングの前半が、My Music is Yours という曲なんですね、はい、で、トークの後半が将来像、そしてエンディングがオレンジという曲になります。あ、はい、芭蕉さんの曲はもう 3曲使われてるんですね。そうですそうですそうです、あ、はい、そういう感じなんで、はい、あ、はい、で、まあもうあの芭蕉さんの曲、うん、どれも本当に好きなんですけれども、ほうほう、まあ、あのこの番組でも使ってるオレンジという曲は、うん、私が初めて芭蕉さんを見に行った時に歌ってまして、うん、この曲はめっちゃ感動して、はい、泣いちゃったわけですね。泣きましたね。で、ね、一番最初の時は、まあ、芭蕉さんのライブではなくて、はい、違う方のライブを見に行った時に対バンをしてまして、ほうほう、でその時になんかこのオレンジっていうのは、はい、あんまりなんか歌ってなかったらしいんですけど、たまたま私が行った時はこのオレンジを歌ってたっていうところからなんですけれども、そう、それで、まあ、レアな曲、うん、あのもう芭蕉になってからレアな曲っていうのがあって、はい、ピアノ、これ CD だとピアノになってるんですけれども、ほうほう、虹を歌う日というバラード、うんうん、この曲はめちゃくちゃ好きで、結構なんだろうな、なんかバラード系が多いんですけど、うん、結構なんだろう、マイミュージックイズユアーズは結構明るめなポップな感じのオープニング使ってますからね、はいはいはい、曲なんですよ、はい、で芭蕉さんもあの今弾き語りのシンガーソングライターでやってますけど、もともとはバンドであのやられてまして、はい、で私がもう本当にすごい、なんだろうな、すごい作ってくれた方なんですね、まあ、知る人ぞ知るっていう話なので、そこら辺はね、あれですけども、まあ芭蕉さんもあの YouTube、 それと、ホームページ、はい、それからツイッターもろもろあるので、はい、検索してみていただいたら、YouTube だと芭蕉さんは何で入れたんですか？ローマ字ですね、ローマ字で芭蕉さん、はいはいはい、あ、芭蕉と入れるんですね、はいはい、と出てくる、あの、ね、先ほどの3曲はもう入ってる感じなんですかね。あ、虹を歌う日はないですね。あ、ないんですか、はい、あ、はい、であとオレンジとそのマイミュージックイズユアーズ、将来像とか、将来像は結構代表的な曲なので、はい、それは PV になってるので見ていただくと、いいですね、はい、ね、それよりもちょっと今びっくりしちゃったの、まゆさん歌うんすね、はいはい、来年から、来年ってごめんなさい、今年から、まあ、ぼちぼちとね、はい、始めようかなっていう、始めようかなっていう、ライブやるんすかまあね、そのうちね、ちょっと、わー、すげー、まあ、詩とかはね結構書いてるので、はい、んー、まあこれからぼちぼちと、その、はい、そっか、はい、なんかジャーナリストっていうか、お笑い、じゃあお笑いじゃなくて、あの何、アーティストのこのウォッチャーみたいな感じなのと思った、あ、そっち、アーティストになるんですね。そうですね、まあ本当に、はい、なんか芭蕉さんを見てる中で、うん、
あ、私もや、まあ、うん、昔ね、その、うん、やっぱそういうアーティストをやりたいなと思ってた時期があったんですけど、うん、はいはいはい、夢を諦めた私だったんですよね。あ、そうなんですか。そうそうそう、だけどその馬匠さんであって、うん、いろいろとこう見ていくうちに私もやりたいなっていう、まあ、そうですよね。歌歌うってことはまあ別にね、何歳でもできますもんね。そうですね。へえ。なのでギターも買ったので、はい。そうなんですか。今練習してるんですか。今はそうですね。あ、そうなんですね、はい、アコギなんですけど、あ、はい、F ね、はい、F、 はい、F 押さえるのは大変ですね。指のこの瞬間でコピってやるのがなんかね、でもなんかちょっとうまくやればできるらしいですよ。あ、まあまあ F、 F さえ乗り越えられればね、大丈夫です、はいはいはい、F 押さえなくてやめちゃうって人って、はいはいはい、まあ、俺が高校生の時そうだしね、はい、はい、そうなんだ、はい、これいつとか決まってんすか。まだこれから活動はまだまだまだですね。まだ未定ですか。まだちょっとね未定ですけど、まあ、はい、まあ楽しみにね待っていていただければ、その辺はね、はい、ね、はい、ミュージックライフを、はい、そう、本当にマユのミュージックライフじゃないですか。はい、そうですね。これからですね第2章を本当本人ご本人がミュージックライフしていくという、はいはいはい、すげえタイトル。あ、それ副ラジじゃなくてよかったですね。あ、よかったですか。そういう意味でね、あ、はい、ミュージック実現していくミュージックライフ、はいはい、すげえ。これはちょっとミュージックライフも聞き逃せないぜ。ということでコマーシャルだぜ。ライブ楽しみだね。そうだね。そういえばお腹空いちゃったな。だね。あ、そういえばこのライブハウス、美味しいご飯があるみたいだよ。本当に？頼んでみようよ。うん。美味しい料理とアットホームな空間のライブハウス、池袋ホットアイズ。ライブステージはもちろん、結婚式の二次会やパーティーにもご利用いただけます。また、大分県産の食材をふんだんに使用した自慢の料理は、どれも絶品。あなたの素敵な思い出に彩りを添えます。お問い合わせは 03-6907-3340 まで。池袋駅西口から徒歩5分、池袋ホットアイズはあなたの期待に応えます。さあ、ということで、長い間ね、長らくお世話になりました1月ね、はい、今週でまたね、あのタイミングで見て来ていた、はい、多分お忙しいからね、なかなか難しいと思うんですけど、ぜひぜひまた ね呼んでいただけたら、もう今度はね、はい、ちょっと新曲をね新曲持っていらしていただきたいというとこですよね。はい、はい、まあそれよりもまあとりあえず、今日もね放送ありますから、はい、宣伝の方お願いします、はい、この後20時から、はい、マユのミュージックライフ、20時から20時30分までの放送になります。まで、先週もちょっとお伝えしたんですけれども、はい、今週もラジオ、パーソナリティ、ゲストパーソナリティがシンガーソングライターの岩渕聡太くん、はい、そしてゲストには、シンガーソングライターの金沢学さんをお迎えしてお届けいたします。あ、はい、はい、あ、そっか、場所さんは今週ちょっとそうですね、はい、はいはいはい、なので、はい、ぜひぜひ聞いてください。すげえ師匠がいるんかい、はい、すげえですね、はい、はい、ということで今日、今日はそのお三方でそうですね、お話して、はい、先週と、ね、はい、今週と、はい、あれ歌っちゃうだろうなこれ、ね、気持ち気分がじゃあちょっと曲じゃ歌いますかみたいなね、アカペラで単からちょっとアカペラで、ね、アカペラでね、アカペラでね、まあまあでもあるからねそこにね、キーボードとかね、なるほどね、でも、はい、アーティストがまたギター持ってきたりしないですか。持ってこないですね。あ、そうなんですか。はい、まあまあ壊れたら困るか。うん、あ、そうなんですね。俺なんか結構そういう方っていつもギター持ち歩いてるのかなってなんか気がするじゃないですか。あの、はいはい、駅とか行くとほら、ね、高校生かなんか大学生かちょっと分かんないけど、あ、ギター持って今だって文化祭のシーズンじゃねえだろうという時もなんか持ち歩いてうろうろしてたりするから、うんうんうん、そうですね、はい、あ、そうなんだ、うんうん、へえ、そっかそっか、はい、ね、ね、まあもう何よりもちょっともう驚いた、びっくりしちゃった本当、あ、まゆさん歌うのねと思って、ね、ここ本当は、でもなんかキーボードとかではやらないんですか。キーボードじゃないですよ、ね、やらないんですか、うん、ギターだけでいくんですか、うん、ギターですね、はい、弾き語りか、はい、ね、なんかゆいさん、ゆいみたいな感じかな、ね、ゆいさん、ゆいってほらなんかチェリーとかですね、はい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 、それともあれかな、イルカとかあっちの辺かな、あ、多分そっちかもしれないです ね、はい、しっとりとね、はい、あ、そういうね、あ、だそういう系が結構好きな感じ、はい、ね、でまあたまにねちょっとサポートをつけてとかね、やろうかなっていう、すげえ、はい、ね、はい、新しいことをなんか踏み出してやるって素晴らしいなと思いますよね、はい、こ
これは楽しくなりそうですね、ミュージックライフもね、はい、盛り上がってね。だまあいろんな情報はまあ多分まだね決まってないから、これから聞いていくうちにね、はい、新曲とかねあったらいいですね、ライブとかね、はい、まあその時にまた来ていただければななんていうね、はい、今週どうでした？あれですよね、喋り足りなくないですか？そうですね、ですよね、なんか特番かなんかやりたいですね。いやもう浅宮さん聞いてますか？特番、アナさん聞いてますか？特番やりましょうよ、ね、クラファンでやるって言ったぞということで来、まあ、また来週、ありがとうございました。ということで、ありがとうございました、チャンネル登録そして高評価お願いします。そしてカードのチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、ね、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。男が始まった、やばい、ちょっとごめん、トイレ。戻ってきたら終わってる。それはね、15分番組だからだよ。カバンの段の2時をつかむ。別の動画も見てね。